そしていつも同じ場所でし諦めずに消える足場に挑戦するけどそこで下に落ちるよアイテム2号が連絡に向こうの岸まで着くけど何回やっても何回やってもええしかないそしていつもそこで時間使う諦めずに山までたどり着くけれどそこで残機なくなるリフシールドがあれば楽にエアマンを倒せるけど何回やっても何回やってもダメに倒せないよ落ちるこの歯は何回やっても避けれない後ろに下がって距離をとってもいずれは距離を詰められるタイムラウンドを試してみたけどあいつのジャンプは変わらないだから次は絶対勝つために僕はいい感だけは最後まで取っておく何回やっても永遠に倒せないよあの竜巻なんか